今回は自然数を2つ選べば円周率が求められるという説を検証するのだ。自然数って1、2、3みたいな0より大きい数のことよね。それから円周率が求まるなんて想像ができないわ。僕も最初に知った時はそんな気持ちだったのだ。それでどうして円周率が求まるの？どうやら自然数をランダムに2つ選んだ時、その2つの数が互いに素である確率が π に乗分の6であるらしいのだ。だからその確率を実験的に求めれば円周率を求めることができるのだ。いろいろ気になるところがあるけど、確率を求めるということは何度も繰り返す必要があるということね。そうなのだ。自然数を2つ選んでそれが互いに素であるかどうかを調べるということをたくさん繰り返して確率を求めると、その確率から円周率が求まるということなのだ。だから正確には自然数を2つ選べばではなくて、自然数を2つ選ぶということを何度も繰り返せばなのね。少しタイトル詐欺なところがあるけど、それでも不思議だわ。この動画では確率が π に乗分の6となる数学的な背景と、この方法で本当に円周率が求められるのかシミュレーションした結果を紹介するのだ。その準備として、まずは自然数をランダムに選ぶとはどういうことなのか、互いに素であるとはどういうことなのかについて説明するのだ。自然数をランダムに選ぶというのは、1、2、3と書かれた紙が一つずつ箱に入っていて、そこから紙を一つ引くことをイメージしてほしいのだ。紙は一つの数字につき1枚なのね。そうなのだ。ただし自然数は無限個あるので、実はいろいろと都合が悪いのだ。確かに無限枚の紙は用意できないし箱にも入らないわ。だから何でもいいので、とても大きな自然数 n を選び、それ以下の数が書かれた紙が箱に入っているとするのだ。n は1億でも1兆でも、みんなが大きいと思う数を思い浮かべておいてほしいのだ。ここでそれぞれの数字を引く確率が全て等しいとすると、紙は全部で n 枚なので、それぞれの数字を引く確率は n 分の1になるのだ。自然数全てを考えてしまうと n が無限になってしまうので、それぞれの数字を引く確率は0になってしまうのだ。これが自然数すべてを考えると都合が悪い理由の一つなのだ。これで自然数をランダムに選ぶことの意味が分かったと思うのだが、円周率を求めるには自然数を2つ取る必要があるので、それについても説明しておくのだ。箱の中から紙を2つ選ぶとき、1つ目の紙を選んだ後、その紙を戻さずに2つ目を選ぶ方法と、その紙を戻してから2つ目を選ぶ方法の2通りあるが、今回は紙を戻してから2つ目を選ぶ方法を取るのだ。ということは1回目と2回目で同じ数字を引いてもいいのね。そうなのだ。次に互いに素について説明するのだ。2つの数が互いに素であるとは、2つの数を同時に割り切る数が1以外存在しないことを言うのだ。例えば2と3は互いに素になるのだ。2は3より小さいから2は3で割り切れないし、3は奇数で2で割り切れないから確かに互いに素ね。そして例えば10と25は両方とも5で割り切れるので互いに素ではないのだ。ここで互いに素であることの判定方法について簡単に説明しておくのだ。一番愚直な方法は小さい数から順に割り算をしていく方法なのだ。 A と B を自然数とした時、まず A と B を2で割ってみて、どちらかが割り切れないことを確認する。次に3で割ってみて、どちらかが割り切れないことを確認する。その次に4で割ってみてと繰り返していくことで A と B が互いに素であるかどうか判断できるのだ。定義の通り2つを同時に割り切れる数がないことを確認するのね。この方法はちょっとだけ改良することができて、例えば2で割り切れないという条件と4で割り切れないという条件を考えてみると、2で割り切れない数は奇数なので4で割ると余りが1か3となり、4でも割り切れないことがわかるのだ。よって2で割り切れないことがわかっているなら4で割り切れないことを確認する必要はないのだ。
他にも6については6イコールにかける3と分解できて、3で割り切れないなら6でも割り切れないことがわかるので、6についても確認する必要がないのだ。ただし5は掛け算についてこれ以上分解できない、つまり素数なので、5について割り切れないことは確認する必要があるのだ。以上をまとめると、 A と B が互いに素であることを判断するには、全ての素数について A と B のどちらかがその素数で割り切れないことを確認すればよいのだ。この事実は後で使うので覚えておいてほしいのだ。でも全部の素数で確認するのは大変よと思う人のために、おまけでもっと便利な方法を紹介するのだ。それは母助法と呼ばれるものなのだ。まず A は B より大きいとして、 A÷B を計算するのだ。そしてその結果が9余り R となったとする。この時 A イコール9かける B たす R となるので、これを R について整理するとこのようになるのだ。ここで A と B が互いに素でないとすると、 A と B はある数で割り切れるので、辺もその数で割り切れる。ということは R もその数で割り切れるのだ。よって A と B が互いに素でないならば、B と R も互いに素でないことがわかるのだ。これの対偶を取ると、 B と R が互いに素ならば A と B が互いに素であることがわかるのだ。そして R は A よりも小さい数になるので、 A と B が互いに素であることを調べるよりも B と R が互いに素であることを調べる方が簡単なのだ。これでランダムに選んだ2つの自然数が互いに素である確率を考える準備が整ったので、その確率を求めていくのだ。2つの自然数を考える前に、まずは1つの自然数を選んだ時に、それがある数 M で割り切れる確率を考えるのだ。まずは具体的に、例えば M が2の時を求めるのだ。自然数は N 以下のものだけを考えていたので、その確率は N 以下の偶数の数を N で割った値になるのだ。紙が N 枚箱に入っていて、そこに書かれた数が偶数の時だけ2で割り切れるから、この値になるのね。この確率は N が偶数ならばちょうど2分の1になり、 N が奇数ならば2分の1よりちょっと小さくなるが、 N がとても大きいのでほぼ2分の1と考えてよいのだ。例えば N を3とすれば、3以下の偶数は2だけだから3分の1になって2分の1より小さいし、 N を5とすれば5以下の偶数は2と4だけだから5分の2になって、これも2分の1より小さいわ。これが N を大きくすれば2分の1に近づくのね。そうなのだ。そして3で割り切れる確率は同様に、 N 以下の3の倍数の数を N で割った値に一致し、これはおおよそ3分の1になるのだ。ここでこの部分が長いので P3 と置き、 M で割り切れる確率も同様に PM と置くと、 PM も同様におおよそ M 分の1になるのだ。一応補足しておくと、より正確にはこのような不等式が成り立ち、 N がとても大きいので PM がおおよそ M 分の1になるのだ。この不等式はここでは証明しないので、求め方が気になる人は動画を見終わった後で概要欄を確認するのだ。これで1つの自然数については分かったので、次は2つの自然数を選んだ場合を考えるのだ。まず選んだ自然数の両方が M で割り切れる確率を考えると、これは簡単で、1回目に選んだ自然数が M で割り切れる確率は PM、 同様に2回目に選んだ自然数が M で割り切れる確率も PM で、1回目に何を引いても2回目に影響がないので PM の2乗となるのだ。2回目の数を選ぶときは紙を一度戻してから選ぶから、1回目と完全に同じ条件で自然数を選ぶことになって確率が同じになるのね。そうなのだ。ということは選んだ自然数のどちらかが M で割り切れない確率は1-PM の2乗となるのだ。これにさっきの近似を当てはめると、どちらかが M で割り切れない確率はおおよそ 1-M2 乗分の1になるのだ。ここまでくれば互いに素である確率がもう少しでも止まるのだ。2つの自然数が互いに素であるには、前に説明した通り、全ての素数 P についてどちらかの自然数が P で割り切れなければよいので、
どちらかが2で割り切れない確率かける、どちらかが3で割り切れない確率かける、どちらかが5で割り切れない確率かけると、すべての素数について掛け算すればよいのだ。それぞれをさっきの式で近似するとこのようになると考えられるのだ。そしてこの式をコンパクトに表すとこのようになるのだ。ただしこの記号はすべての素数に対して掛け算をするという意味なのだ。よってあとは一番最後の値を計算すればよいのだが、それにはオイラーが証明したとされるこの等式が利用できるのだ。この式の左辺は素数に関する掛け算、右辺には円周率が現れており、素数と円周率をつなぐ不思議な式なのだ。この等式はこの動画では証明しないが、別の動画で証明する予定なので、気になる人はチャンネル登録をしておいてほしいのだ。左辺を少し変形して掛け算を分母にまとめると、ここにさっき計算した確率の値が現れるのだ。よってちょっと戻ると、ここの値がさっきの分母の値に等しく、したがってこの値は π に乗分の6になるのだ。これで互いに素になる確率と円周率の関係が分かったので、シミュレーションで円周率を計算してみるのだ。シミュレーションするにあたって n の値を具体的に決めなければいけないので、ここでは n を1億とするのだ。そして1から n の自然数をランダムに2つ選び、それらが互いに素であるかを判定するということを100万回繰り返し、互いに素になった回数を100万で割り、最後の式を π について解くことによって円周率を計算するのだ。それを10回計算してみた結果がこちらなのだ。10回目以外は小数点以下2桁目までがきれいに揃って3.14 になってるわね。それに小数点以下3桁目は1に近い数になっているわ。円周率の正確な値はこうなので、小数点以下2桁目まで求まって、小数点以下3桁目もかなり近い値まで求まったと言えるのだ。こんな方法で本当に円周率が求まったわ。以上で自然数を2つ選ぶと円周率が求まる説が検証できたのだ。円周率とは全然関係なさそうなのに本当に求まってびっくりしたわ。それは良かったのだ。ただ本質的な部分はオイラーが証明した素数と円周率の関係を表す式をよりどころにしており、それはこの動画では証明できなかったのだ。これは別の動画で証明する予定なので、楽しみにしていてほしいのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。内容の補足と計算に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。